オールダーショットに立つウェリントン公爵騎馬像は、ワーテルローの戦いを勝利に導き、後に、イギリスの首相となった初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを記念する像の一つである。マシュー・コーツ・ワイアットの作品で、公開された1846年の時点では、イギリス最大の騎馬像であった。当初ハイドパークコーナーのウェリントンアーチ上に、設置されていたが、後に、 英軍駐屯地のあるオールダーショットに移設された。1836年、ロンドン市長ウィリアム・テイラー・コープランドが、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを記念する像の建設を提案した。像の制作者として、複数の候補者が上がったが、シティオブ・ロンドンの議員であった、トーマス・ブリッジ・シンプソンは、この年の8月に公開された、ジョージ3世の騎馬像の制作者、 マシューコーツワイアットを押していた。ジョージ賛成像に感銘を受けたシンプソンは、ウェルズリーの像もワイアットに作らせたいと考え、手紙を書いて、像の制作を打診した。しかし1837年5月に行われた投票で、フランシス・レガット・チャントリーが像を制作することになった。こうして作られたのが、王立取引所前のウェリントン公爵牙像である。 ワイアット支持者は収まらず、シンプソンは、ウェルズリーの軍事的功績を記念する、より大きな像を、ウエストエンドに建てることを提案した。1838年5月、第6代、ラトランド公爵、チャールズ・マナーズを長とする委員会が設立され、建設資金の調達や、像の設置場所の選定に当たった。像は、ウェルズリーのロンドンの邸宅である。 アップスリーハウスの近くに建てるのが良いということになり、ハイドパークコーナーに1828年に建てられた外線門の上に設置する案が浮上した。門を設計したデシマスバートンは、門の上に巨像を設置するのは、釣り合いが取れないとしてこの案に反対したが、ワイアットが見本として制作した木像を、門の上に建ててみせ、結局この案で進めることになった。1840年5月、 像の制作を担当するマシュー・コーツ・ワイアットはハーローロードのダドリーハウスにあった工房で型の制作を開始した。型作りにはワイアットの息子であるジェームズ・ワイアットも加わった。型はあまりにも大きいことから木れ骨組みが組まれた。ワイアットが各部に手を加えることができるよう、型は直径20フィートの回転台の上に乗せられ上下に動く、 可動式の台も作られた。型に用いられた小石膏は3トンを超え、作成には3年近くを要した。鋳造工程ではこの像のために特別に作られた鋳造所に型が運び込まれた。像に用いる制銅は、ワーテルローの戦いの際に炉獲したフランス軍の大砲を溶かしたものが使われた。当初12トンを処理できる炉が用意されたが、これでは不十分であることがわかり、 20トンを処理できるロガベット、建設された。一度に全体を作ることはできず、馬とエールズリーの足の部分は2つに、残りの部分は6つに分けられ、後でつなぎ合わされた。馬の足は大重量に耐えられるよう、特に頑丈に作られた。完成した像は高さ30フィート、コペンハーゲンの鼻先から末尾までが26フィート、外周22フィート8インチ、重量は40トンで、 当時のイギリスでは最大の騎馬像であった。像が完成に近づくと、バートンはワイアットと協力して外線門上に像を設置する準備をするよう命じられた。像を門の上に設置する案には反対していたバートンはこれに抵抗し各所に反対意見を書き送った。しかし決定が覆ることはなかった。1846年9月29日、像は ワイットの作業場からハイドパークコーナーへ移された。車輪の直径10フィートの巨大な台車がウーリッジにある海軍造船所で作られ、象の輸送に用いられた。象はスコッツフュージリアガーズの兵100人によって台車に移され、29頭の馬が台車をハイドパークコーナーへ引いていった。像を門の上へ巻き上げるだけで何時間もかかり。 据え付けが完了したのは10月1日のことであった。しかし像が実際に外線門上に設置されると、像が門と近郊が取れていないと考えたものは門を設計したデシマス・バートンだけではなかった。新聞には批判の当初が寄せられ、パンチには風刺画が掲載された。ビクトリア城も像はバッキンガム宮殿からの眺望を妨げる目障りな存在とみなしていた。しかし、 ウェルズリー本人は像を気に入っており、像を移動させれば、本人に対する侮辱と取られる恐れもあることから、像は門の上に置かれたままとなっていた。バートンがこの像を嫌っていたのは言うまでもなく、遺言でこの像の除去に充てる、費用2000ポンドを確保しておいたほどであった。1882年から1883年にかけて道路拡幅のため外線門が移動することになり、 ようやく像の除去が実現した。移転先が決まるまでの間、像はグリーンパークに置かれることになった。1883年、アルバート・エドワード皇太子は移転先として英軍駐屯地のあるオールダーショットを挙げ、そこでならいつまでも軍人に対する良い見本として機能するだろう、と述べた。議会も皇太子の意見に同意し、1885年5月、像は オールダーショットに運ばれ、再設置された。ワイアットの像が除去された後の1888年、ハイドパークコーナーには、ウェルズリーの別の木場像が設置された。修復された、像20世紀も後半に入ると、像の劣化が進み、周囲の木々で像が見えづらくなった。2004年、オールダーショット中屯部隊は、地元住民やボランティアの協力を受け、像を 元の状態に戻すための作業を開始した。周囲の木々は切り揃えられ、像は銅の剥げ落ちた部分が修復された。ありがとうございます。